繰り返しお知らせします。本日父島を出港予定の小笠原丸は台風12号の影響により父島出港時刻を午後3時から午後6時に変更いたします。東京竹芝桟橋入港時刻は24日午後8時の予定です。これに伴い乗船手続きは午後4時から、チッキの受付は午後4時から5時までにそれぞれ変更いたします。